回でその源田さんの作品には3作目なんですけど、あのまあ最初の頃はこの長野県出身のタレントさんで出演者を探していて、まあ、僕を選んでいただいたという形なんですけど、今回の出演は、まあ、あの前回の「トークの世界」で沖縄の国際映画祭に出演させていただいて、そこで源田さんといろいろ長野に対する愛だったりとか、この作品に出演するにあたっての僕の気持ちだったりっていうのを源田さんと結構深くお話しして、なんかそれを聞いて源田さんは今回やっぱり夕日さんにお願いしようと思いましたっていうことを直接言っていただいたので、なんかこの自分の気持ちをちゃんと伝えるっていうのは大事だなって思ってますね。まあその温泉宿の若旦那っていう役で、まあその年齢的に僕で大丈夫、もうちょっと上じゃないのかなみたいなところもあったんですけど、まあ、それとはちょっと別で、物語が進んでいくにつれて、結構僕この若旦那という役がなんか神秘的なその、まあ、物語にも重要ですし、すごいこう世界観を変えるような役だっていうのをこう台本読んで見た時に、俺それできるのかなっていうのがちょっと不安だったんですよね、うん、今回出演されてるキャストの中で渡辺裕之さんがいるんですけど、渡辺裕之さんと言ったらこう対等な立場のような役だったので、この当時8なんで28歳の俺にそこまでのお芝居できるのかなっていう不安もありましたね。どんな感じ？まあその若旦那とは別といいますか、その普段は若旦那が隠している部分っていう方が僕はやりやすかったんですよね。そのもともと今までそういうジャンルのものが好きだったので、ただ監督とお話をして、普段からそれを出しすぎると僕だけ周りの人から浮いてしまうっていうようなことを言われたので、若旦那として周りの人と接するときは、なんでしょう、まあ謎に包まれたといいますか、もう確固たる自分のペースがあるような感じで、なんか言葉も喋る言葉がもう台本というかセリフとして結構強い言葉が多かったんですよね。なのでそれをそのまま言ってしまうと浮いちゃうから、極力こう力を抑えてやってくれっていうことを言われましたね。それを言われて、その若旦那の部分はそういうようにはしてたんですけど、まあ、どうしてもこう後半になるにつれて若旦那の正体がどんどん出てくるので、そこら辺からは僕が当初思い描いてたものを監督に一回お見せして、ああそう、後半はこれで大丈夫ですっていう感じでしたね、うん。もうこれは僕の出演するシーンとはまたちょっともう作品としてなんですけど、今回はその長野県の千曲市っていうところが撮影のロケ地で、千曲市ってこんなに何て言うんですかね、綺麗な街並みだったりとか風景っていうのがたくさんあるんだなっていうのをすごい実感しましたね。長野県に僕高校生の時まで住んでたので、なんかそうやって作品に使われるっていう感覚が全然なかったので、あ、県内にもすごいいい場所があるんだなっていうのは思いましたね。まあ、同じ長野県の中でも北信、中信、南信っていうふうに分けられるんですけど、同じ北信ではあったんですよ、僕が住んでた場所と。ただまあなかなか千曲市まで行ったりすることはなかったので、まあ、どういう街っていうことは一応知ってはいたんですけど、まさかそこで撮影するとはっていう感じでしたね。これは、まあ、今回の作品に限らずなんですけど、今まで長野の作品3作出させていただいて、地元の方がすごい応援してくださるといいますか、目に見える形で
すごい応援してくれるんですよね。例えばケータリングといいますか、その日の、お昼ご飯のお弁当だったりっていうのを地元の人たちが作ってくださって、それを食べてたりしてるので、なんか他の名古屋とか他の地域もそうだと思うんですけど、その地元の作品を応援するために劇場に足を運んだりとかっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、撮影の時までそんな身近で応援してくださるっていうのはなんかすごい珍しいなって思ってますね。そうですね、まず話すごい話しやすい方ですね。なんか作品的には今回はコメディ要素っていうのはもうそんな全然ないんですけど、監督の、キャラクター的にはそういったおしゃべりをするときには結構笑いも交えつつっていう形で本当に話しやすい方で、撮影現場の監督はすごいその場での変更が多かったといいますか、その実際撮影現場に行ってもうお芝居をしてみて、これだったらちょっとこうセリフもこういう風に変えてこういうのできませんかっていうような、その場での変更ってことがすごい多かったですね。じゃあ現場対応の感じ、はい、現場対応はどうですか？でも現場対応は割と僕はいけるといいますか、僕のなんですかね、その映像の作品の時の挑み方として、事前にこうしっかりと台本も読んでセリフも覚えてキャラクターも作ってはいくんですけど、撮影現場に入るとやっぱ想像してたその自分のそのシーンとやっぱ違う部分がいろいろ出てくるんですよね。なんかこっち向きって思ってたけど、こう反対向きなんだとか、なんかいろんなものを撮る場所だったりも想像と違う場所にあったりとかっていうので、それ一個一個違うだけでだいぶ喋り方とかっていうのも変わってくるので、そういったところはもう現場を見てからだなって僕はいつも思ってるんですよ。なので現場に行って、こういう変更お願いしますって言われた時にも、分かりました、じゃあそういうふうにやってみますっていうので、結構僕はスッとできるような感じだと思います。渡辺修さんとは、このキャラクター的なこのストーリーの話の流れ上、なんかあんまり親しくない役といいますか、そういった役なので、おそらく渡辺さんの方も意識してたかなとは思うんですけど、撮影が終わるまでは結構、距離があるといいますか、僕的にも結構渡辺さんも役に入りきられてる方なので、普段からこう気軽に声かけたりとかするのもちょっとなっていうのがあったので、そこはお互いの役を守りつつ撮影はしていましたね。ただ僕の出演するシーンが全て終わった時にはもう笑顔でありがとうございましたというような挨拶をしてたので、これはもうあれですよね、ライダーかなんかの人。そうですね、ライダーでしたね。ライダーは気になりますよね。どうですか？いや、そうなんですよ、もともとライダーが好きなので、あと V 面に入った頃か、それぐらいにちょうど出演されてた方だったので、昔見てた方と一緒に今いるんだっていうのは思いましたけど、でもその話は一切しなかったですね。剛力さんは割と渡辺さんが演じる風太っていう役と剛力さんが演じるみのりという役の接し方的には役としてはそこまで僕は変わらないと言いますか、みのりの方がちょっと近しい存在ではあるんですけど、テンション的なところでいくと2人とはやっぱりちょっと離れてる部分があったんですけど、剛力さんはそういった役のこととはまたちょっと関係なく、コロッとこうなんかお芝居をしている時のオンとそうじゃない時のオフっていうのをすごい一瞬で
切り替えられる方なのかなっていうのは思いましたね。なのでそのカメラが回ってないところだと割と気楽にあのゴリッツさんとお話ししたりとかもして、あのメンバーの水野も昔共演してたっていうのがあったので、あの水野がお世話になりましたというような話をして、あの水野から梅干しがなくなったから追加くださいっていうのを伝えてって言われてたんですよ。どういうことなんだろうって思ったんですけど、あとゴリキさんと話したら前回の作品でゴリキさんが梅干しをマサルにあげたっていうことがあったらしく、手作りの手作りなんですかね、なんか手作りなのかそうじゃないお気に入りのやつなのか、そんな親しかったんだって。まあこの間その僕含めてあのボイメンのメンバー4人であのペルセポネの上映をした後にライブをやるっていう、うん、そういったイベントがあったんですけど、うん、あの来てくださったお客さんを見るとあの、まあ、僕たちを応援してくださってるその普段ペンライトとかを振ってくれるような方が半分ぐらいで、もう半分はもう本当に地元の方なのかなというような、あのまあちょっと年を召された方だったり子供たちだったりというのもいて、あのなんつうの、ウイメンが出る作品って大体こうファンの方が応援してくださるっていう印象がすごい多いんですけど、今回に関しては地元の方の応援っていうのもすごい感じてますね。他にもあの去年の11月に長野で先行上映会をやったんですけど、その時も映画館6館回って全ての舞台挨拶が満席だったんですよ。それももうほとんど地元長野県民の方だったので、うん、県民の応援っていうのはすごい感じてますね、この作品は、うん、今回は本当にその長野県の千曲市っていう場所で撮影できたことがこの作品にとっては本当に良かったのかなって思ってますね。あのいろんな景色がその市内にあって、それもあの遠くなくて全部、まあ、歩いてだとちょっと距離あるかもしれないですけど、まあ、自転車とかだったらあのちょっと頑張れば回れる距離の間にその撮影地がたくさんあるので、あのそういったものをこう生かして今なんかあのその映画マップを作ってスタンプラリー的なことを映画もやっているので、あの長野県を盛り上げるという意味では、まあ、この作品のロケ地巡りをちょっと皆さんにもしていただいて楽しんでいただけたらなと思いますし、その作品的なところでもあのこの景色がないとこのペルセポネっていう作品は成立しなかった作品でもあるので、その長野県の良さとその景色を映画でしっかり物語に落とし込んでるっていうところをちょっと注目してみてほしいなと思います。ボーイズ&メンのゆうひです。今回ペルセポネの涙に温泉宿の若旦那マキーとして出演しました。この映画はですね、長野県の千曲市でロケをしたんですけども、僕も出身が長野県ということでこの作品に出演できたことはとても嬉しく思っております。風景もすごいいい作品となっておりますし、僕の出演したこのマキという役はですね、温泉宿の若旦那でありつつも少しちょっと皆様に隠している裏の部分がありまして、そこからこの物語の発展が急加速していく、とてもミステリアスな作品にもなっていますので、ぜひ皆様に見ていただきたいなと思います。25日からミッドランドスクエアシネマにて公開ですので、皆さんぜひ劇場に足を運んでください。よろしくお願いします。